人生の親戚は、大江健三郎の小説である。1989年、新潮1月特大号に掲載され、同年4月に新潮社より刊行された。同書は、第1回、伊藤聖文学賞を受賞した。大江の小説では初めて女性を主人公にしている。主人公、倉木真理恵の悲劇的な後半生が、 共に知的障害を持つ子供がいるという起源から知り合いになった作家、僕の視点で語られる。主人公の倉木マリエは生まれつき知的障害を持つ長男、ムーさんと事故による身体障害で車椅子生活になった次男、道夫の二児の母親である。後天的な障害を悲観した道夫が、ムーさんを消しかけて二人は闘神自殺してしまう。マリエは ムーサンダの生前に、すでに離婚していた元夫で、ムーサンダの死後、悲劇に耐えきれずに、重度のアルコール中毒となった、サッチャンにこう言う。サッチャン、私たちの人生は失敗だったね。いいものはもう何も残っていないね。これからまた、珍しいことや、美しいことに巡り合ったとしても、一緒に楽しむムーサンや、道夫君くんはいないと感じて、逆に落ち込むはずだものね。マリエは、 アメリカ南部のカトリックの作家フラナリーオコナーの研究者として大学に勤めていたが、二人の死を受けて職を辞し、救いを求めながら奇妙な変歴を重ねる。映画制作を目指す朝尾くんら三人の若者、宇宙の意志を思想の根本に置くコズ率いるフィリッピン人の演劇活動グループ、チューター、おじさん率いる若い娘たちで構成される新興宗教のグループ、 集会所と次々に関わっていく。マリエはチューター、おじさんらと共に渡米し、カリフォルニアのコンビューンに暮らすが、チューター、おじさんは現地で病死する。後追いで集団自殺しようとする娘らを押しとどめ、一行はアメリカ全土をキャンピングカーで巡り、チューター、おじさんの遺骨を散骨して回る。その後、マリエはメキシコに向かう。メキシコではコンビューンで知り合った。 セルジオ、松野の農場で暮らし、貧しいインディオやメスティソのために尽くし聖女のように崇められるようになったが、渡米前から患ずらっていたものを騙し騙しして養うようにやってきていた乳がんで死ぬ。マリエの晩年のメキシコでの姿を朝尾くんらのチームがフィルム撮影する。セルジオ、松野はそれを素材にして農場近隣の町村の広場で上映するための 世界最終の女と題する映画を仕上げる目論みを持っている。マリエは強烈な悲しみを抱え続けて生涯を閉じたが、この悲しみをこの小説では人生の親戚と呼んでいる。ストーリーを通して最悪の悲劇を体験した人間は果たしてそこから回復し得るのかという問いが追求される。これはキリスト教では世界には言葉が初めにあり、そこから 自物は生まれたとされるが、そうだとすると、感知し得るものは理解し得るはずである。マリエに起きた悲劇は、理解し難いが、果たしてこの世界は理解し得るようになり立っているのか、という神学的な問いともなっている。作家、中上賢治は大江を年長のライバルと見ており、そのことからことさら大江には厳しく出て、戦後民主主義的価値観や仏喫主な小説作法を批判するのが常であったが、 本作を絶賛している。大江健三郎は実に不思議な作家である。この書き方、この硬直した思考では、次はダメだろうと思っていると、デッドロックを予測もしない方向から、やすやすと抜け、新しい展開を見せている。さきの短編もそうであったが、文章からき音癖が取れ、しなやかになっている。その文章が私、小説的素材を語っていくのであるが、語り手、妻、 光、マリエさん等、登場人物の神話力とも相重なり、豊かで深々としたコラスを聴いているような気にさせる。この小説では、何気ない総話として入っている病院で、光が暴れ、帰り道転換の発作で電車とホームの間に足を落ち込ませるくだり、3年前、5年前の大江、ケンザブローなら、き音の強い切迫した息遣いの文章で描いた、はずである。 しかし現在は違う。それゆえに、光合しさのようなものが現れる。干渉でもない涙が湧く。作品発表時の辞表として主なものに、以下のものがある。ありがとうございます。